ご紹介どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。私は機械物理系専攻というところに所属しておりますけれども、実際には材料開発、セラミックスの材料開発を行っております。皆さんご存知のように、いろいろな機能を持つセラミックスは様々なところで使用されています。皆さんがお持ちのスマホとか、そういう電子機器なんかにもセラミックスはいろいろと幅広く使われています。一方においてはプラスチックや樹脂、ゴムなどの高分子の材料にフィラーとして充填剤として、もまた広く使われています。こういうフィラーとして使われているセラミックスに他のいろいろな機能を持たせることができれば、応用範囲の拡大というものが期待できるのではないかと考えられます。例えばフィラーとして利用される、ハイドロタルサイトというものは、光学的な特性とか、吸着性能というものが、限定的であります。これは使われております、フィラーの一覧でございますけれども、中にはセラミックスではないものもありますけれども、ここの、ありますように、マイカ、ウンモとか、クレー、粘土とか、ゼロライトとか、モモリルナイト、活性ハグドとかですね、タルク、活石とか、ハイドロタルサイトという鉱物が非常に広く使われています。これは例えば、増量とかコストの低減ということを考えるならば、大量に安価なんてなんで、使用されています。この中でこれ一覧表を対応してみますと、いくつかの機能を持っているような材料もあります。こういうハイドロタルサイトというものは、こういう他の光学的な特性とか、吸着能っていうものが限定的であります。でそれならば、こういうですね、光学的な特性とか、吸着能っていうものを付与することができれば、そうすればもう少し広い、応用ができるのではないか。例えば防災用のテントとか、ビニールハウスの省エネとか、長寿命化とか、悪臭除去の機能付き、機能付与とか、水病対策などに適用することができるのではないかと、思われます。で実際にこれが、こういったですね、光学的な特性とか吸着能っていうものを、付与することができました。ハイドロタルサイトに代表される相乗複合酸化物なんですけど、これが化学組成です。これ見ていたら何だろうと思われるかもしれませんけれども、 A というのがこれが陽イオンで、 B というのが陰イオンです。基本的には、A1 っていう、マグネシウム、水酸化マグネシウムが基本的な骨格でありまして、2価のマグネシウムの代わりに3価のアルミニウムが一部置換するところで、電気的な中性を維持するために陰イオンが中に入っているというものであります。このような水酸化マグネシウムというのは、こういう、マグネシウムとかアルミニウムの、多面体の相乗構造、その間にこういうですね、陰イオンとか、水分子があるということが知られています。ここの方、このところをホスト層といいまして、ここをゲスト層と呼んでいます。このゲスト層のアニオン、陰イオンが置換しやすいので、アニオン高解体であるとであります。また比較的溶解性が低くて細胞毒性がないということも知られています。先ほどお話ししましたように、難燃座とか熱線複写とかガスバリアのようなフィラーとしても使われますし、イの生産剤としても、使われています。でこれに、光学的な特性、吸着性能を、付与することを検討しましたということですけれども、最初に、光学的な特性について、従来材料との比較をまずお示しいたしますけれども、これは横軸に波長を書いておりまして、でこの辺りが紫外線で400ナノメートルから以下の辺りが紫外線で、
下肢孔400から700、800ぐらい、それから赤外線というところの吸収スペクトルを、これは反射なんですけども、吸収スペクトルを取ってるんですけれども、これ見ますと下肢孔のあたりはあまり、吸収ありませんので、ほとんど真っ白なんですけれども、従来材料の場合だとこのあたりの紫外線の吸収が全くありませんけれども、新しい新材料については、紫外線のあたりで、大きな吸収が観察されます。またこのあたりでですね、いくつかの吸収っていうのが観察されています。こういう光学的な特性というのは従来のハイドロタルサイトでは見られなかったものです。これが一つ光学的な特性ですけれども、次にですね、吸着性能についてなんですけども、吸着性能についてはこのあたりの陰イオンとか水分子というのが置換するのではないかということは考えられるんですけども、実際にこう吸着はいろんな陰イオンを吸着するわけで、そのためにガスバリアという性能がありますけれども、これをさらに選択的に吸着することができるかということで、我々の一番身近な悪臭というのは体臭とかですね、口の匂い、口臭です。で、口臭というのはいろんな原因があるんですけれども、主な原因というのは口の中に原因があります。口の中に原因があるんですけれども、食べかすとかですね、それから脱落した上皮細胞などが脱アミノ反応によって、この、硫黄を含むアミノ酸が分解することによって、揮発性硫黄化合物というボラタルサルファコンパウンド VSC というものが発生します。これは大変一般的に危機感が高い匂いでありまして、口臭の指標と言われています。社会的な教育としては 75ppb ぐらいだと言われております。この匂いはですね、多分ドブの匂いという、以前にタレントがですね、年上の結婚相手の口の匂いはドブの匂いって言われましたけども、まさにそういうようなものじゃないかなと思います。これはこういうふうな VSC がありますと、歯肉炎から歯病がかかりしたりとか、それから二次カリエスという虫歯の再発などがあったりとかします。それから爪物が黒くなるっていうのもこの、硫黄の、が原因だと考えられています。で、こういう口臭はこういうですね、 VSC の他にもアンモニアとかいろいろとあるんですけども、こういう口臭に対してはオーラルケアという市場が、大きな市場がありまして、歯磨剤、歯磨き粉とかですね、それから洗口剤、機能性ガムっていう大きな市場があります。これら歯磨剤に関してはいろんなトレンドがありまして、歯周病予防とか美白とかですね、そういったトレンドがあるんですけれども、おおむね洗口剤などですね、殺菌剤とそれと香料との組み合わせからできています。殺菌剤によって口の中の菌を、なんとかしようというところなんですけれども、問題点というのは、こういう口臭に悩む方っていうのは、歯ポケットが深くなった方が多くって、そういう方っていうのは歯ポケットの菌というのは死滅しても脱落しにくい、セメント質にこう吸着して脱落しにくいということがあります。また香料の効果っていうのは一時的です。だいたいブラッシングをしてから、1時間ぐらいこういうブラッシングの匂いがするぐらいではないかなと思います。このようなですね、匂いを根本的に取るという、そういう除去剤とかというものは見当たらないと思います。私が調べた限りでは見当たらないです。臭気物質というのは悪臭防止法という法律がありまして、特定悪臭物質としてアンモニアとかメチルメルカタンとか硫化水素というのがあります。このような、赤色で変えたようなものがですね、口の中で発生するものです。これは臭ポケットの奥深くのところにレッドコンプレックスという嫌気性の菌がありまして、それが分解してそこから匂いが発生します。こういうものがまさか発生するかなと思われるかもしれませんけども、実際に、口臭がある方の、口の匂いをガスクロマトグラフで取ってみると、こういうメチルメルカプタンとか硫化水素の明確なピークが観察されます。このような硫化水素は作業環境としては酸素欠乏防止規則というものがありまして、
10ppm です。 10ppm というのは先ほど社会的な許容と申しました 75ppb 約 100ppb の100分の1の、非常に薄いものですけれども、こういう作業環境下のと、まあ、これぐらいだと相当な匂いがしますけれども、それよりか低い濃度なんだけども、これがですね口の中で、匂うことがあります。ですからこれを何とかしようっていうことなんですけれども、ただそういったですね吸着剤っていうのは私が知る限りでは知られていません。いろんなメーカーから歯磨き粉出てますけれども、そこの、歯磨き粉の成分としてウェブサイトに載ってたりとかしますけれども、こういう匂いを吸着するという吸着剤という設定は現時点ではどこの会社もないと思います。はい、でそれでそれが実際にどうかっていうことに関してラボで調べるために、まず硫化水素を含む硫化水素水というものを作りました。これは硫化水素ガスを中にバブリングをしまして、でこれを希釈してですね、だいたい 800ppb ぐらいの濃さに調整しまして調整します。でこれでだいたい pH で弱酸性ですけども、ここの中にこれをこの別の密閉容器の中に入れ替えまして、でこの中に飼料をですね 0.1g 投入します。この中にこう入れるんですけども、島菜はだいたい1回分として、1回皆さん使っている量としてだいたい 1g から 1.5g ぐらいだと言われています。その中には研磨剤とか、まあ、当然セラミックスなんかも含まれているんですけども、まあ、それに対してまあ少ない量です。で口腔内の溶石というのはだいたい150ml ぐらいだと言われております。 150ml というのは牛乳瓶1本よりか若干少ないくらいです。皆さんこうイメージしていただければいいかなと思うんですけども、例えば牛乳瓶1本のですね水を口の中に一遍で含めるかというのはちょっと厳しいですね。ですからそれよりかちょっと少ないぐらいの溶石があるんですけども、この容器の量というのは硫化水素水が 150ml で、この基礎の部分上の部分ヘッドスペースといいますけど、これが 200ml ぐらいの溶石で、測定をします。でそれで硫化物の測定をここからですねシリンジで取りまして、ここのヘッドスペースとそれと硫化水素溶液から両方取ってきまして、それで塩湖行動経過スクロマトグラフで調べます。でこれは硫化物なんかの硫化物とかリンなんかの吸着に分析に適したものですけども、それで調べますとどうなるかといいますと、これは何も入れない場合です。何も入れない場合だとここのヘッドスペースというのはやっぱり溶液と比べるとやっぱり濃度が低いんですね。これはなぜかというと、ここから気液共存状態である、程度の、濃度がある。でそれが従来材料を入れますと減るんですけれども、ヘッドスペースが減るだけで溶液の方は、まあ、徐々に減っていくっていう段階です。これは非常に不思議なんですけども、飼料はこの中から入れまして、この中に入れるんですけども、このヘッドスペースの方にある硫化物をですね、これが吸ってるような感じです。水の中にあるのに吸われてるっていうことになります。でさらに新材料を入れますと量とも一気に減りまして、ほとんどゼロになります。これ横軸が時間なんで、これご覧になるとまだ2時間ぐらいかかるのかなと思われるかもしれませんけども、これは実際の口の中の濃度と比べると大変濃いですし、それから口の中よりか大きな量ですし、それにごくわずかな量しか入れていません。ですからもうちょっとこう入れてやればですね、口の中に入れてやれば多分10分ぐらいで、林さんがですね食後10分間ぐらいブラッシングやりなさいと、大変ご多忙な皆さんは食事の後10分間の時間を取るのはなかなかタイトだと思うんですけども、林さんは10分間ブラッシングしなさいとおっしゃいます。で10分間ぐらいブラッシングしても十分にですねゼロになるであろうということはこう期待されるわけです。これはラボの実験なんですけども、じゃあ実際にですね C 病菌を、フゾバクテリウムっていうものなんですけども、これを使いまして嫌気培養をしてします。でこの嫌気培養をする時の培養液の中に、酵母液とか入れる培種とか入れるんですけども、
システインというものを入れます。システインというのはいろんな CM なんかでこう出てきますけれども、これは硫黄を含むものです。でこの硫黄を含むものを中に入れておきますと、この付属バクテリウムがこれを脱アミノ反応しまして、それで硫化物が出てくるというものになります。でこれで形状変化を調べていきますと、ブランクの場合だとどんどんまあそれが増えていくんですけれども、硫化物が増えていくんですけども、従来材料だとある程度抑えられる、で新材料だとほとんどゼロに近いというのが、このようなインビトロの、菌培養の結果からも得られております。今ですね、こういう吸着剤として、ですからこれはその材料の、材料にもよるんですけども、これは硫化物を選択的に吸着することができるというものです。で一方においては紫外線の吸収能もあります。ですからこういった紫外線遮断とかですね、悪臭除去ということでこういうですね、いろんな分野にこうフィラーだけではなくて展開できるのではないかなと考えられます。想定される用途としましては、例えば紫外線吸収剤として考えるならば、フィルムへのフィラーとして考えるならば、ただのフィルムでありますと経年劣化によりまして、光が当たって紫外線が当たりますと当然もろくなりますけれども、フィルムの中にですね、こういう光学的な特性を持つフィラーを加えておきますと長時間持つっていうことが可能になると考えられます。またここにはこういった模式図はないんですけども、紫外線吸収の化粧品の材料としても使えるのではないかと思われます。これ相乗化合物ですから非常にこういわゆるノリが良いというような形状を持っています。それから赤外線吸収剤としては、例えばテントなんかにビニールハウスというのは日本全国で4万ヘクタールぐらいあると言われておりますけれども、こういうビニールハウスでですね、例えば寒くなってきますと中でこう暖房とか必要となるんですけども、こういう暖房がなくてもある程度光を吸収して、それで熱を保温してくれる。でまたこれですね、防災用のテントにも使えるのではないかなということが考えられます。じゃあ実際どれぐらい効果があるかといいますと、これはラボでやった実験なんですけども、こういうちょっと簡易的な、部屋を作りまして、これで人工太陽照明灯を使いまして、それで照射します。でここの上に基板として銅板置いてあるんですけども、銅板だけの場合だと放射温度計とか波形温度計とかで測定しますと明らかに温度が上がります。これはずっと当て続けるから当然なんですけども、これにプラスですね、さまざまなこの赤色とかですね、黄緑とかっていうこれそれぞれ資料が違うんですけども、またこの中にですね、相乗化合物ですから赤外線の吸収剤というのを中に相関に入れることができます。そうするとよりですね、温度が高くなるということがあります。ですからこのように赤外線を吸収して温度を維持することができる、フィラーとしてビニールハウスのフィラーとして効果があるのではないかなということが、これはラボなんです、ラボの結果なんですけども、これを実際にビニールにですね埋め込んでやってみても、やはり温度が上がるという結果は得られております。あと口臭除去なんですけども、じゃあ口の中にこれをどうやって入れるかっていうと、島剤としてパーツとして入れることも可能かなと思うんですけども、例えばマウスガードっていうのがありまして、これは今皆さんが歯科病院に行きますと皆さん個々にマウスガード作りませんかっていうポスターが貼ってあります。それは歯ぎしりをしますと奥歯が擦り切れたりとかしますので、その防止のために夜間マウスガードしませんか、大体5,000円ぐらいでこう作ってくれますけども、これの中にですね埋め込んだらどうだっていう前臨床の実験をしてきました。これUVA シートを使いまして、でこういうここにですね歯型入れまして、それで上から押さえるっていう、そういう成形機なんですけども、これを使いまして装着前装着後っていう2時間後だとですね、やっぱり明らかにこう低下しております。ですからこういったマウスガードの中に添加してもですね、これ 48% 入れてますけども、
明らかにこう減弱効果がこういったですね悪臭の減弱効果が あるってことがこれからも、分かりました。こういうことでこれまでですね紫外線遮断とか周期成分除去というこの場合特に口臭に注目いたしまして硫黄化合物の吸着ってことについて選択的に吸着できるような素材を開発してきたんですけどもこれが除去できるっていうことは前臨床試験でもですね評価いたしました。ただこれじゃあこれを実際に商品化するとなるとこういったものを、たくさん作る必要があります。それから樹脂への混練という点があります。これは混用的に作る場合と医薬外商品として作る場合だと全く製造ラインが違うんだそうです。ですからこういうその例えばこれまで混用的に使われてきた作られてきたものをそのラインでもってこういうですね他の用途にこう使うというのはまたそのラインを別に作る必要があるということなので、そういうことにこう適用できればまた進んでいくんではないかなと、思っております。この大量構成については今のところはちょっとテスト的にやってるんですけどもそれぐらいだと大体何百グラムとかというレベルなのでそれぐらいだとラボでも作れなくはないんですけども、それを商品として例えば医薬会製造などっていうことになりますとそういうノウハウを持った企業さんではないと到底私のには太刀打ちできませんし。ので、そういうぜひ関心を持っていただければありがたく存じます。またですね最近高齢者用のマウスケア分野というのがありまして医療福祉分野で高齢者のマウスケアというのもじゃあどうするかということが問題となっておるそうなんでそのあたりにも可能ではないかなと思っております。この点に関して特眼とか特許とかっていうものが取得しております。これは産学連携の経歴でございますけれども、はい、でお問い合わせ先ですけれども本学の UR センターの、ミメラ URL までよろしくお願いいたします。ちょっと早いですけれども以上でございます。ありがとうございました。